ケモンソルジャーの A0 です。切ないです。今回は過去世代をやっていたり、対戦動画を見てた人ほど注意が必要なテンプレ型が変化したポケモンを解説していきたいと思います。基本的には同じポケモンならやれることっていうのはそこまで変わらないんだけど、新技だったりテラスタルだったり新ポケモンによってやりたいことが変わったりする、そんなポケモンもいっぱいいるからね。ウルトラサンムーンの環境からケンタテが発売された時に、起こったのはギャラドスがメガ進化剥奪されて、代わりにケンタテではダイジェット使えるようになって、今までのせいで採用されてたリュウマイが採用されなくなったりしたし、ミーキュとかも今まで採用されてなかったドレインパンチを採用してカビゴンを倒しに行くみたいな、そんな感じで型の変化はあったよね。アッキの実、ミミキ、モツなんかも7世代ではなかった型だしね。スカーレット・バイオレット以前も対戦やってた人、あと対戦動画見てた人ほど、そのポケモンにはこういう型っていう知識があるから、予想外のことされて、負けてしまう可能性が高いよね。この動画で型が変わったポケモンたちを知って SV にアップデートして、そのポケモンたちに負けないようにっていうことができるといいかな。というわけで早速解説していきます。まずはアーマーガー。過去世代の印象としては、お盆だったりゴスメだったり持って、鉄壁、ボディプレス、羽休め、剣立て初期だとビルドアップ、ダイジェット、この2つの型がアーマーガーは有名だったから。だけどスカーレットバイオレットになってダイジェットは当然使えないわけで、アーマーガーのメジャーな型としては1つ減った形になったよね。ビルドアップ積んで飛行技でガンガン殴るみたいなアーマーガーは全然強くないね。ということで、今スカーレット・バイオレットの環境でメジャーとなっている方が、この防塵ゴーグルを持ったトンボ返り型。防塵ゴーグルを持つことで、キノガッサのキノコの胞子に対して後出しして、トンボ返りでキノガッサが突っ張ってきたらたすき潰しながら裏につなぐ、相手が引っ込めてきたらトンボ返りから有利タイミングを作るみたいな立ち回りができる型だね。ウォッシュロトムとか出てきたところにさ、ボルトチェンジされたりトリックされたりするのが他の物流系だったらきついんだけど、トンボ返りのおかげでロトム来るところに合わせてさらにロトムに有利なやつ出せるから、不利なサイクル取りづらいよね。あとは単純にキノガッサの攻撃技、ハパンチ、サネマシンガン、サベポも含めて抜群取られないから、仮にキノコの死を打たれなかった時も被害を受けずにトンボ返りから展開っていうのができるのが防塵ゴーグルと噛み合ってる理由だね。おすすめの方は、努力値がワンパク HB に振り切り、ミッキーの打点としてアイアンヘッド入れて、他の耐久ポケモンに負けないように挑発入れたり、挑発持つことで防塵ゴーグルと合わせてモロバレルに対しても安定して後出し出しして蒸発でキノコの胞子止めてから裏につなぐみたいなことができるのもいいよね。防塵ゴーグルの強み全部活かしてるね。そうね、対キノガスタ、対モロバレル、完璧な性能持ってるね。多分テラスタルすることはあんまりないだろうけど、おすすめはノーマル。ノーマルテラスタルすることでミミッキュに対して強くなれるから、ノーマルはおすすめかな。アーマーガーの対策としては、キノガスタ出しちゃうとどうしても防塵ゴーグルで、そこからトンボ返りで変えられてみたいな展開作られちゃうから、パーティーにキノガスタ採用しといて、このゴーグルアーマーガー誘っておいて、キノガッサ出さずに、ロトムとか出しとけば、逆にアーマーガーが出てきたところを返り討ちにできるから、そんな感じで対策するのがいいんじゃないかな。特殊ポケモンだったらね、簡単に崩せるポケモンではあるから、ガン規定になるようなキノガッサだったりモロバレルだったりっていうのを出さなければ、そこまで必死に対策してっていうことはしなくても勝てるポケモンではありそうだね。この型しか存在しないってわけじゃなくて、鉄壁ボディプレイとかたまにしてくるから、そこも一応対応できるようにしておきたいよね。物理ポケモン3体みたいな選出して鉄壁されるだけで負けっていうのは避けたいね。次がエルレイド。エルレイドの過去世代の印象正直ないんだけどもう第5世代のビルドレが確か思い出せないな。とりあえず環境で活躍していたポケモンではないね。今世代で新しく新特性の切れ味をもらうことができたので、活躍の幅はちょっと広がるよね。切る技の威力 1.5 倍、これ結構すごくねいやマジですごい。威力120超えとかの技をデメリットなしで打てるってことだからね。地味に聖なる剣を新規習得して、それも切れ味の対象だから、威力135の格闘技連打できるってことだもんね。そうだね。しかも乱高性を無視するっていう効果までついています。やっぱり素早さ80属じゃ、なかなか厳しいものがあるので、メジャーな方としてはスカーフになるんじゃないかな。余計エースでドラパルトも抜けるようにして、聖なる剣、サイコカッター、辻切り、トリック、持ち物スカーフとかで結構範囲は取れてるから、高火力技で殴るって感じだね。スカーフポケモンが困りがちなヘイラシャみたいな要塞ポケモンも、一応トリックあるし、ちょっと機能停止を狙うぐらいならできるから、そこも環境に噛み合ってるよね。トリックで物理受けをある程度崩す性能ありつつ、物理の高火力で殴れる、トリックできるロトムとは違った方向で活躍できそうな性能だね。対策く方法としてはどうするのがいいんだろう。普通に物理技で殴るのが一番いいと思うんだけど、まあ防御はペラペラだしね。ミミッキュとかで殴ったら普通に勝てます。ちょっと強くなっただけで所詮エルレイドだからねでも威力はめちゃくちゃ上がってるから、舐めたことしてると格闘を照らせなら次連打とかで崩されるみたいなこともあるから、ちゃんと物理ポケモンで対面勝てるようにみたいな意識はした方がいいかな。これこそ今までの対戦の知識がある人だったらもう戦術画面で考慮なんてしないもんね。エルレイドなんてね、戦術画面に行ってもあ、エルレイドいるんだふーんっつって何も考えず戦術するんだろうけど、そんなことしてるとボコボコにされるレベルの性能を持ったっていうことは認識した方がいいかな。次が海竜。海竜は過去世代の印象だと、過去世代が一番活躍してたかなっていう印象で、ハチマキとか竜舞、ドラゴンジュエルとか超火力で殴るみたいな、そういうイメージが強いよね。剣立てではダイジェットをしてたけど、まあ、当然ダイジェットはスカーレット・バイオレットにないので、今世代ではまあ竜の舞をうまく使うか鉢巻きで頑張るかって感じだよね。一応アンコール新規習得してこれを活かす方とかも数増えてくる可能性もありそうだね。メジャーな方は、まあ、今のところはテラスタイプノーマルにして神速を高火力で打つっていう使い方が一番多いんじゃないかな。陽気エース、激輪地震、神速、竜舞、ラムーとか持ってノーマルテラスタル型とか持ち物配分としては今までの海竜と正直大差はないんだけど、この神速ノーマルテラスタルすることで 1.5 倍の火力で殴れるっていうのは気をつけないと全部神速圏内に入っちゃう。第5世代で流行ってたノーマルジュエル海竜、ノーマルジュエルなくならない版みたいな確かにあれノーマルジュエル込みだったら結構火力出るから、その当時を思い出してもらえればまあ凄さは伝わると思う、ね。ノーマルテラスタルするとキノガスタのマッハパンチとか痛いけど、その上から神速を打てるからね。マッハパンチは優先度1で神速優先度2だから、素早さ負けてても絶対先制取れる。先制技プラステラスタルっていうのはかなり相性いい組み合わせだけど、その代表的なポケモンにはなったかな。対策としては今作だったら強い天然いっぱいいるし、天然ポケモンワンパク HB みたいな感じで大量に出しとけばとりあえずは困らなさそうな気がする。まあ、一応竜舞に天然出して安心してても、そっから補助技とか使っちゃうと今作から新しく覚えたアンコールではめられる可能性あるから、悠長なことはできないよね。アンコールされても問題ない技選択心がけていきたいね。次がキノガッサ。5世代から7世代はどの世代もちゃんと活躍してたね。キノガッサの活躍の歴史は1ヶ月前ぐらいに別の動画で上げたから、そこを見てもらったら詳しく分かってもらえると思うんですけど、まあ超強かったね。最強ポケモンの一匹。そんなキノガッサが今作で新しく地ならしとつまみ返しを習得して、ここも活躍の幅が広がっていると。地ならしを持つことでサーフ号、ツバメ返しを持つことで滅ばれると、一応ミラーのキノガッサを殴れるっていうところで、キノガッサ対策のポケモンを攻撃できる範囲を習得したんだよね。前の動画でキノガッサの新規習得技にちょっと触れたんだけど、その時地ならしあんまり強くなさそうだねって話してたよね。そしたらなんかサーフ号ってポケモンがいたね。というわけで今メジャーな方が2つあって、1つ目が陽気エース、最速のタニマシンガン、ツバメ返し、マッハパンチ、キノコの星でタスキ持って、テラスタイプは飛行とか、これは滅ばれるに対して強く出ようとする方だね。あと陽気エースでツバメ返し入れてるからミラーで一番強いということでいいか。基本的にはミラー最強型と言って間違いないかな。まあでもミラーをそこまで意識しないんだったら、もう一つの型じっぱりでエースブッパ、タネマシンガン、地ならし、マッハパンチ、キノコの星、キアヌタスキで格闘テラスタル、こっちの方が多そうだよね。そうだね、これが最メジャーかな。さっき言った地ならしで、まあ、サーフ号とか炎タイプに打点を持ちつつエジッパイにすることで、マッハパンチの威力もちょっと上げてやろうってことだ。この型のキノガッサは9世代終わるまで居続けるような型だと思うから、こいつの対策は考えていかないといけないね。ということで対策方法なんですけど、まあ、さっき言った防塵ゴーグルアーマーガみたいな感じで、防塵ゴーグル持つと割と簡単に倒せるからおすすめだね。諸バレルとかサーフ号みたいなキノコの胞子が効かないポケモンと違って、選出画面とかで見えないから気にせずキノコの胞子打ってくると、まあ、大きなアドバンテージをもらえると。キノコの放置さえ防げば、まあ、割とあとはなんとかなるから、そこをメインで考えて、他にラムとか身代わりとかも一応選択肢だよね。テクニシャンタネマシンガンの火力はめちゃくちゃすごいから、できるだけ草半減のポケモンに持たせてあげた方がいいかな。まあさっきのカイルとかね、5発当たるとね、ガブリアスでも吹き飛ぶような火力だからね。今日紹介するポケモンの中だったら1番か2番目ぐらいに数多いだろうから、こんな感じでうまいこと対策してキノガスに負けないようにしておきましょう。次がドラパルト。8世代で登場したドラパルトだけど、正直型無限。物理特殊、鬼火電磁波、たたり目、竜舞、受け以外なら何でもできるね。まあそれは割とダイマックスがあったからっていうのが大きくて、大フォローとか高火力で殴るっていうのができないから、第8世代の時と比べたら少し強さとしては下がっているような気はする。使いやすいゴースト技がないっていうのもかなりのマイナスポイントではあるよね。物理だったらゴーストダイブかテラバースト、特殊だったらシャドーボールかたたり目みたいな感じで、シャドーボールもねドラファルトだとちょっと火力しょっぱいよね。ということで、今メジャーな方はこだわり鉢巻き型陽気エースでドラゴンアロー、トンボ返り、サイコファング、ネゴト、ドラゴンテラスタルとか。ドラゴンテラスタル鉢巻きドラゴンアローで H 振りだけのヘイラッシュぐらいだったら、2発で倒せたりするから、そう考えたらすごい火力だよね。あとキノガッサワンパンできるのめちゃくちゃ良くない？そうね、テラスタルしなくても鉢巻きドラゴンアローでキノガッサ倒せるのは今の環境だったらかなり助かるよ。しかもこの方は寝言入ってるからね、キノガッサに後出しして奉仕食らって寝言より3分の1引いたらそのまま貫けるっていうね。不意打ちとか入れてる人も多いと思うけど、自分で使ってて不意打ち1回も打ったことないから、それだったら対機の合さで使える範囲広げた方がいいかなということで、おすすめはサイコファング。対策としては難しいよね。ドラパルト肩鉢巻き結構多いけど、別に鉢巻きだけじゃないからね。ドラパルト対策っていうのは結構難しいんだけど、対面で打ち勝てるポケモンならいっぱいいるから、うまいこと対面チックに動くか、ある程度肩を割り切って受け回すかみたいな。一つの肩を割り切ったらね、対面勝てるポケモンもかなり多くいるからね。とりあえず鉢巻きには負けないように、知らない火力飛んできてワンパンされるみたいなことはないようにしたいね。というわけで、メジャーな方が変わった旧世代のポケモンたち紹介していきました。今作新ポケモンがいっぱい強いの登場して、新ポケモンに目が行きがちなんだけど、一旦昔のポケモンも見てみて、こいつこういう新しい技を覚えてるんだ、じゃあ今までの対策通用しないなっていうのを考えてみるとね、より一層勝てるようになるような気がします。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。